皆さんこんにちは、高橋明です。今回はチェ・ヘジン選手のスイングを見てみたいと思います。彼女は2017年、全米女子オープンで2位になった17歳のアマチュアです。サンデーバックナイン最終組でフォン・シャンシャンと、優勝争いをして、一時は2打差でリードしていた選手です。スイングがとても、力強く260ヤードは飛ばします。タイガー打法を基本としたアレンジ系です。チェックポイントもほとんどタイガーと同じなんですけれども、トップでは3軌道が一面にはならず、ヘッドが円を描いてから一致する A スイングタイプの動きが入っており、平行落としはレイドオフ打法の動きです。まずテイクバックのシャフトが水平の時に左腕が7時半、垂直の時に9時という分かりやすいフォームに仕上がっています。切り返しは体勢移動をしっかりと行い、バンプのためを十分に使ってシャフトを寝かして後ろから回し、左腕が9時に降りてきた地点でもまだ、ヘッドがですね、頭の左に位置しているという、リリースを遅らせるフォームを作っています。インパクトもほぼですね、スクエアで、腰は45度近く回しているんですけれども、肩はほとんど先回りせず、腰の逆回転を入れて上半身の捻転戻しを強くしています。フォローで右腕が3時になった地点ではアンヒンジせずにまっすぐに伸ばして方向出しをしています。トップも高い位置に上がって綺麗なフィニッシュです。タイガー打法のほとんどの技を取り入れた、かなり精度の高い安定したスイングに仕上がっていると思います。以上です。